今ちょうどここの中央の岩の上に先ほど生まれたばかりの赤ちゃん整うっていうか今の岩の上まだもう季節の後で花巻きご存知も先ほど30分間撮ってた今日生まれたまだ赤ちゃんも伸びてる目がまだ見えません。生後5日ぐらいまでは目が見えない。今目の前にあるものを知ってるんですね。お母さんがもう黄色いを始めています。ちょうどね、5月から8月の出産シーズンですから、もう皆さんにこういうものをね、運が良ければ、多分この近くで見せれたと思いますので、皆さんの目の前で見ることもあります。あ、群れが少ない。触んない方がいい。噛まれる。お母さんが握ってるのはヘソの緒です。針金はお母さんが食べてる。ヘソの緒は連続でのがちょっと集まってきましたけどね、まあ、ちょっとこの時が動いていくので、あいつがもらえるのかなと思って、ではもう間もなく草を巻いていきたいと思います。広場のお客さんもどんどん線沿いに来ております。ちょっと猿がいるんですがね、空いているところで構えます。この近くでご覧になってください。640頭の猿が集まって猿には変わらないことと、目線を合わせないことを思います。足を広げてまず後ろから来た猿が過去最も多く通されたお客様に猿が街の間を170分通されたお客様にすごいです。お客様朝の7時から夕方の5時まで。サービアヘイさんがもう準備したいと思います。私たちの集まりの様子をどうぞご覧ください。